やっぱドジャーズかなって大谷くんだからって買いました。大谷選手が好きで、まあ、可愛いかなと思ってつけてます。こちらの仲良し中学生コンビの帽子はドジャースとヤンキース、ワールドシリーズと同じ対決カードですが、帽子で対決するとどっちが勝ちます？こっちっすね。いや俺っすね。こっちっすね。こっちっす。こっちっす。こっちはちょっとロゴ多いんで。こっちはかっこいいんで。なんか緑みたいな変な色してるんで。好きやろ。そこで日本のワールドシリーズ現象その1、帽子対決。街でどちらが多いのかプレイボールです。すいません、ニューヨークヤンキースでごめんなさい。ドジャースの帽子です。いや、ヤンキース。ドジャース。お互い一歩も譲らぬ攻防。しかしヤンキース、すいません、ドジャースじゃなくて、はい、ニューヨークヤンキースです。シンプルにあの服に合う赤色が、差し色が欲しくて、大谷選手は好きですけど、やっぱりニューヨークヤンキースかぶりたいっていう。ここで試合終了。帽子対決は22対31でヤンキースの勝利。日本のワールドシリーズ現象、続いては激安セール対決。埼玉県川口市のスーパーではドジャースが勝ったら値引きセールを実施。そのため仕事中もベテランのピッチャーが来たな。店長もワールドシリーズが気になる様子。初戦はサヨナラ満塁ホームランで劇的な勝利を飾ったドジャース。ホームラン、ホームラン、満塁ホームラン。ドジャースが勝った瞬間からセールがスタート。卵これだけやっちゃいますか。1パック100円で、卵は1パック100円、納豆は1パック50円。採算度外視の値引きセールにお客さんも大喜び。いやー、びっくり、買わなきゃ、すっ飛んでった。ちくわ15本50円、よかった、買ってくれて。ドジャースが卵も100円、チーズ100円、おー、勝利プラスお得みたいな感じで。他にも阿佐ヶ谷にある酒店ではさまざまな種類のビールを250円ほど値引き。仙台市のスーパーでも野菜などを値引き。築地銀だこでも150円引きのセールを実施しています。一方ヤンキースのセールは番組では見つけることができず、セール対決は4対0でドジャースの勝利です。続いて訪れたのは渋谷の人気ハンバーガー店、レクオンダイナー。あ、こちらハンバーガーでロサンゼルスとニューヨークが対決しています。日本のワールドシリーズ現象その3、グルメ対決。ドジャースの本拠地があるロサンゼルスのバーガーが、お肉が分厚くてジューシーです。ジューシーなパティに濃厚ソースが絡むお店の人気商品、LA チーズバーガー。一方ヤンキースの本拠地ニューヨークのバーガーが、カリッカリ、カリッカリのパティやベーコンをワイルドに挟んだニューヨークベーコンチーズバーガー。実はこちらワールドシリーズの盛り上がりを受けて登場した新作バーガー。では日曜お昼時の3時間でどちらが多く売れるのでしょうか。LA チーズバーガーを頼みました。LA、やっぱ大谷翔平好きなんで僕、LA にしました。大谷効果か LA バーガーが優勢。果たして結果は。LA スタイルバーガーの方は14個で、ニューヨークスタイルバーガーの方が3個でした。ロサンゼルスドジャース強いかなところですかね。